腹ペコアザラシと申します。信長の野望大使パワーアップキット、難易度は超級、シナリオは川中島の合戦、選択大名は長野成政、第3回を始めさせていただきます。前回なんとかですね、結城家を滅ぼし、ほんの少しだけ光明を見出せたと思います。では今回もお付き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。さて、そしたら北条型の外交関係を有するのがもういないんだよね、このでっかい2つしか。なので武田と今川と、要は三国同盟以外は、三国同盟以外は全員、そう、三国同盟以外は全員上杉型なので、進行先がこの後ないんだよね。まあ、いや、とりあえず全部ここは一度しちゃいましょうかね。ずっとこのままにしておく必要ももうなくなってるので。どうせ攻め込めないからね、上杉が軍を起こして関東むちゃくちゃにしてくれると思ったらしてくれないから、ちょっとこっから先どうするか考えないといけないな。あ、そうだ、しっかりと結ばないと。あ、宣戦布告、そうか、できるのか。この辺りとも宣戦布告したくないからな。走馬灯だったらいいや、宣戦布告しよう。はい、500の兵糧をせしめました。はい、では講和結びましょう。でも本当に冗談抜きに相馬とは戦いたいな。そのためにはこれ、ちょっと待ってよ、白川に攻め込めないか。攻め込めるね、攻め込むか。千3000でいけない？やってみよう。今、講和の使者出しちゃったけど、どうなるかな。そしたら、攻め込んでくるとあれだっていうふうになるかもしれないから、ちょっとここまで進めるか。よし、行こう。どうせ講和の使者断ってくれたのかな。あ、二階堂、結んじゃった。あ、よしよしよし。よし、いいぞいいぞ。白川とは敵対のまんまだね。白川に攻め込もう。よし。行きます。報告いたします。先月の収支です。それでは行きます。米足りるかな、なんとかなるか。手段は選ばぬ、国衆将兵、うわ恐ろしい。報告いたします。アシナと良かったね、講和結べなくて。そのおかげでアシナ領を通ることができるからね。敵対勢力なのに平気で平然と横を通るっていうね、ものすごい肝の太いことをやってるよね。はい、発展できないので、じゃあ進めます。よし、指揮なさらずとも。では指揮しませんと。よし、小峰城はじゃあこれで落ちますね。強行13日、いやー19日、いやちょっとでも米節約しましょう。落ちるよね、多分大丈夫だね。よし、落ちました。おい、あー、これ失敗したな。二階堂と講和が結べてなければ、このまま二階堂に進行できたじゃないか。失敗したな、完全に。2200、
二本松攻め込んじゃうか。そうしよう。出るぞ。進め。ん？これ猪苗素人は当たらないよね。よし、行ってみましょう。報告いたします。これより表情を行う。はい、それでは軍事と論議で貯めていきましょうかね。29、26、27、いや、28の方がいる。28と27。これにて表情を。はい、では提案強化。あと新参欲しいんだよな。みんな新参だから、優秀な方が。そしたらあとは梶村解放かな。よし、これでとりあえず OK としましょう。はい、では進出できる証券進出します。飛び地になっちゃってるけど仕方がないね。進行できるところから進行しましょう。で、よし、農兵をマックスにしますと。よし、じゃあちょっといい加減講和結べるところ、講和結んじゃおう。かしこまりました。ただ戦闘するかもしれないからな。アシナと結んじゃうとここ通れなくなるから、アシナとは結べないでしょ。で、田村は進行しないね。それだけの力がこちらにはない。よし、じゃあこれでいこう。発展できるところあったかな。あ、撤去しよう、撤去しよう。こちら撤去で、で、準験場だね。で、発展できるものは発展させていきましょう。それでは進めてまいります。皆の者、我に続け。そうは無理じゃないこれで。600で700って。王族連合。はい。期待のものが来たようです。アシナ家より交渉。お、いいよいいよ。交渉したい。もう、アシナ領通ったからね。よし。アシナとナス。いや、これナスにつかないといけないね。上杉家だから。不参戦でいいや。まあでも、もうアシナとは、そんな仲良くならないと思うけど。ん？ハゲネズミには求めがだし。ああ、はいはい。ネネとのイベントだね。そんなね、なんか、フォローの手紙入れてくれてるとかってすげえ優しいよね。ご命令を。そうだ、コミネ城、人を派遣しないと、もう、簡単に取られちゃいますね。何かあった時に。いやー、信綱はちょっと軍艦として、長野に、美濃輪にいてもらわないと困るから、これ、夫妻で行ってもらいましょう。では行きます。あ、二本松、なんでだ。38、持つかな。38、持つ。いや、でも、頑張ってくれ。使いのものが来たようです。いやいやいや。兵力持つかな。1500、どうだ。いや、ちょっと攻撃に切り替えよう。これはまずい、まずい。絶対強行だと持たないよ。よし。報告いたします。ご命令を。はい、秋になりましたと。かしこまりました。で、あとは、伊達マイナス20か。そうか、アシナとの盟約があるにもかかわらず、攻めたからね。新書上限まで。いやー、まあまあ、まだそこまでいいか。東北。東北にも、本当は伊達と結びたかったけど、やっぱりちょっと足になったの、米を欲しいための宣戦布告でちょっとね、新書悪くしちゃったからね。でも、正直、アシナに喧嘩打ってよかったよね。そうじゃなかったら、こうやってね、
白河家や、そしてこちら二本松も落とせそうにないもんね。はい、では発展できるところ発展させていきます。かしこまった。証券は進出まだしてなかったね。していきます。はい、農業はやったので、あとコミネ城はマックスまでやったっけ。やりましたね。では進めてまいります。武田と斉藤家、まあ武田についてもいいでしょう別に。ここは北条が織田に攻め込む。とりあえず不参戦かな。いや、織田につくか。助太刀に参ったぞ。風林火山、わしの戦を見せてやろう。断ります。正虎、いや当然それは上杉につきます。助太刀に参ったぞ。兵を貸してくれって言われそうだな。んー、これはど、これはやばいんじゃないか。上杉家、これはやばいだろう。3万と1万1000。これは織田城だからいいとして。ただこれ、間接的に兵を起こして、先制復興できないかな、北条と。これ、八方に攻め込みたいな。いつ北条と講和したっけ。ちょっとこれは、これはチャンスだぞ。北条を叩く。まあいいや、ちょっと進めましょう。どっから借りたいって？祇園か。今回はいいですよ。かたじけない。よし、二本松落としました。この老いぼれに勝てぬのか。では、帰りますと。先制復刻できないかな。いやー、北条にミスミス取られるんだったら、ちょっと、心象悪くなっても、宇都宮とか、抑えたいな。とりあえず進めますか。これはやばいぞ。これはやばいですね、ちょっと。北条に喧嘩今こそ売るべきなんだけど、ちょっと農業と軍事ポイント貯めておきましょうかね。今こそチャンスだぞ。ちょっと貯めておきましょう。先制布告できないかな。よし、できる。攻め込みましょう。楽しませてくれるのじゃろうな。力を貸すぞ、助太刀いたす。これはチャンスだ。あ、これでもしかして武田にも先制できるということは、これはすごくチャンスだ。斉藤家に進出するためにこちら信濃軍を分けてますからね、彼らは。まず八方に攻め込みましょう。進め。いいぞ。これすごくいいんじゃないか。いいね。で、あと、須賀川の、あ、ちょっと待てよ。これ一回解散だ。軍は速度が命だから、ちょっと八方に、39日後はちょっといくらなんだ、時間かかりすぎる。コミネいらない。稲川からこんなに人を分ける必要がないぞ。こんなもんかな。とりあえずこれにあともう一人
入れて、長野ももう一人入れましょう。で、あとはここでマックスだな。これでどうだ ?13,000。で、集結26日、目標まで26日で行くから、これならいいね。で、八型を落として、できれば国峰も落としたいな。そうするとすごく楽になる。で、あとは、よいしょ、宣戦布告です。二階堂家。楽しませてくれるのじゃろうな。よし、峠の助力が多い。820! 渋いな。ここ小峰に、小峰城と、あとは無理か。そしたら小峰城マックスで行きましょう。これで相馬を倒した上で、行けないかな。行くだけ行ってみましょう。なんでここで集結してる？おかしいでしょ。ちゃんと見ないとダメだね。もったいないことしちゃった。よし。で、小峰からじゃあ軍を起こしましょう。集結場所は当然小峰です。違う違う違う。ちょっとミスが多すぎるね。で、集結場所が小峰。それはいいんですが、部隊編成マックスですね。これでいきます。どうだ？武田不、いや、これはちょっと不賛成。ん？あー、なるほどね。浅井の腰入れだね。超忍者だね。はい、指揮なさらず。この価値が明日を切り開く。須賀川城は落としてみせようと。こう、いや結構なんだ、結構、硬い城だね。これで90日しかかんのか。まあいいか。とりあえずやってみましょう。とりあえず、うちも八方に攻め込んでますからね。よし、上杉が勝った。これはチャンスだ。使いの者が来たようです。ラスケ交渉。全然もう断る理由なんかございません。あ、いい。このタイミングだったら壊してもいい。よし。八方に攻め込みました。いや、これは強行24日だ。だって米がないんだもん我ら、6000しかないからね。調子に乗って、うわー、ちょうどじゃないかこれは。八方まではなんとか落としたいな。おお、素晴らしい。伊達家から通し、あの親善の使者を送れるなんて素晴らしいね。ご命令を。はい。それでは、進出できる将軍に進出していきます。で、発展できるところを発展させていきます。あ、あと、宣戦布告できる勢力。お、今川いた。はい。今川と宣戦布告でーす。楽しませてくれるのじゃろうな。よし、1200。いやー、もう本当にありがたい。はい。岩城家にも宣戦布告でーす。ああ、せっかく親善してくれるのに、だって。まあでも仕方がないね。米の方が重要だからね、なんせ。いやー。最上にも宣戦布告するか。まだね、義昭じゃないからね。はい。そしたら調子に乗って、今度は大宝寺にも宣戦布告です。楽しませてくれるのじゃろうな。
もうないかな、まだできる。そしたら火災家、いや、大崎ダメだ。小野寺、小野寺の先生報告です。楽しませてくれるのじゃろうな。まだ先生報告できますか。ちょっとリスキーすぎるところばっかりだから。はい、先生報告しましたが、すぐ講話入れちゃいます。2回ともダメだね。はい、この辺りですね。で、二階堂まではなんとか落としたい。そうするとね、ここ二階堂まで落とすと、北にある程度の勢力を築けますからね。はい。で、あと、関東では八方まではなんとか落としたいというところですね。では、進めてまいります。皆の者、我に続け。農兵精霊。皆の者、我に続け。いやーちょっと待て、救出の軍を起こしてきたね。27日、あと8日、これはどうなる。ちょっと待てよ、北条と講和結ぼう。承知いたしました。あ、今川とも講和結びましょうかね。承知いたしました。まあ結べるかどうかまた別だけど、よし。佐竹と北条、北条が佐竹に勝った。北条軍引っ込めましたね。まあこちらの方が簡単に落とせるからでしょうね。よし、大宝寺、最上、最高賞、いわき。弱小勢力とは本当に簡単に講和結びやすいよね。よし、これで八方は落としました。はい、いかがだったでしょうか。なんとか八方を落としました。そして東北の方でもちょっとずつ地盤を固めていっております。そしてこの後進行先をどうするか、また次回お付き合いいただきましたら幸いです。それでは今回はこれで終了させていただきます。お付き合いどうもありがとうございました。